疲れ様です。被害状況は？死者1名、重傷者3名、軽傷者18名です。後で矢島の写真撮ってくれ。はい。素人の仕事じゃないですね。おい、総一に見とれてない仕事。はい、これ下がってください。押さないでください。下がってください。ご協力お願いします。下がってください。ご協力お願いします。下がってください。待て、春日さん、ここお願いします。え、おい、早川、および公務執行妨害で逮捕する。大丈夫ですか？今救急車を呼びます。そんな時間あるが、赤ん坊が生まれるんだ。早川、あいつをお願いします。急いで。腰膜が破れて陽性が出てる。おお、頑張れ。あ、頑張れ。なんだよ、犬だったのかよ。あれ、お頭出たぞ。おお、よくやった。よし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 。三匹か、よく頑張ったぞ。おお、うん、もう一匹いる。山道に引っかかってる。このままじゃ窒息死。お前さん、ちょっとおもも押さえてて。俺、いや、いいから早くお願いします。押さえて、頑張れ。うわ、よし。あ
荻野か。息をしてない。諦めるんですか。これがこいつの運命だ。運命。おい、大丈夫だ。戻ってこい。大丈夫だ。戻ってこい。大丈夫だ。戻ってきたな。男は麻薬の売人だ。爆破事件とは関係なかったんですか。現場でたまたまお前と目が合っただけだそうだよ。勝手な真似ばっかりしやってお前は。本当に一回でいいから始末書なしで手から上げろ。これにしてもお手柄だったな彩香。これでデカ帽子の成績決まりか。まだわかんねえな。そうやって先走んのはあんたたちの悪いところだよ。人生何が起きるかわかんないんだからさ。連続爆破事件4件目だぞ。早川、お前内示が出たぞ。内示。うん。とうとうデカですか。B に異動だ。B？警備部警備二課装備第四係。警備犬。あれ、本日付で装備第四係に配属となりました早川ですけども。ああ、来たから。社長の向かいだ。ちょっとこれ持ってくれ。はい。中にこれ昼飯に混ぜてやってくれ。はい。いい味出てますね。社長。お。ドッグフードの試供品が届いてます。メーカーに自信満々でしたよ。そうかそうか。どれどれ。あ、うん、ちょっとこってりしすぎてないか。うん、いいんじゃないですか。今年は例年以上に冷え込んでるし、高カロリー高タンパクで。お前も食うか。いや結構です。おい西村、お前アレックスに刺身食わせたろ。便からサナナムシ出てきたぞ。すいません、給料入ったんでつい。みんな、今日付で配属になった早川雄作だ。武清悟に永井康介、西村隆、食卓の獣医の村岡さん、それからお前の教育係だけど外に水野ってやつがいるから。これ制服着替えとけ。あの、今日付で配属になった早川雄作です。水野夏樹、来て。一
1日の訓練時間は午前中2時間、午後2時間。犬が集中できる時間はそれが限界なのよ。警察犬って意外と体力ないんだ。警察犬じゃなくてここにいるのは警備犬。どこが違うんすか？警察犬は事件が起こった後犯人を追跡するけど、警備犬は事件の発生を未然に防ぐのが主な仕事。ああ、だから所属は警備部。警察犬の所属は刑事部の鑑識課。警備犬は爆発物の捜索から被災地での救助活動、時には犯罪者を制圧することもあるの。犯罪者の制圧って聞いたことないんですけど。気合い入れてよ。変なとこ噛まれたら命ないから。早く、アンジェラス君、表情から作ってけ。ロバート・デ・ニーロのように。ほら、来い。あいつ演技力ねえな。ブランドアタック。やめ死ぬ。排便の硬さや匂いで犬の健康状態を調べるの。これも私たちハンドラーの大事な仕事。触ってごらん。匂いも嗅いでごらん。とにかくうちはノルマがしんどくてさ、性格的にも営業なんて向いてないんだよ俺。俺だってファミレスの店長やりたくてやってるわけじゃねえぜ。優作はいいよな、親父さんの後継いで警察入ってさ。え、優作刑事になれたのかよ。警視庁捜査一課だよ。だよみんな簡単になるんだ。羨ましいな。なんか変な匂いしね。そうだな、いいから飲めよ。うるせえな。優作も偉くなったな。俺もそっち行けばよかったかな。早川、これつけて。よいしょ。入れて。警戒出動の実績がまるでない。災害救助の方ではそれなりに実績を上げちゃいるが、警戒出動で現場に駆り出されたとしてもそのまま待機だそうだ。なんで？犬には一般人と犯人の区別がつかないからな。あ、ほら、犬って動く方に飛びかかるって言うだろ。悪いのは受け取りに失敗したお前だ。訓練中にぼんやりして一体何を考えてるんだ。やる気がないんなら帰れ。気持ちの入ってない訓練なんてやるだけ無駄よ。この襲撃訓練は何のためにやってんだよ。それは警戒出動に備えて。警視庁が警備犬を導入して30年、警戒出動が要請されても現場で活動した例は一度もないらしいな。警視庁でうちが何て言われてるか知ってるか。税金で養われてる犬や。俺たちは警察官じゃない、犬やって言われてんだよ。誰に何て言われようと関係ないわ。万が一に備えて訓練を続ける、それが私たちの仕事。俺にはもっとやりたい仕事がある。自分の力を生かせる場所がある。そういうことはやるべきことやってから言って。
怪我どうかい、どうだ。所長、俺にはこの仕事合ってないと思うんです。警察辞めるのか。このご時世再就職大変だぞ。いや、そうじゃなくて、お願いします。刑事課と話をしてもらえませんか。そいつは無理だ。なぜです。自分はそれなりに実績残したつもりだし。お前がうちに来る前に所轄の刑事課長と話をした。お前、犯人確保はいつも単独だったそうだな。お前には信頼できる仲間がいなかったのか、それとも信頼しようとしなかったのか。そういう人間は組織捜査の邪魔になるだけだ。刑事課には必要ないって言われたよ。水野はいつものブロック。今日プロテインはいいです。なんで。お腹いっぱいなの。どうだ早川のやつ、物になりそうか。彼にはここの仕事は向かないと思います。そうか。所長も何であんなの引っ張ってきたんですかね。所長には所長なりの考えがあるんだよ。どういう考えですか。それは所長にしかわからない。いや、まあそうなんですけど。先輩本当に次元好きっすよね。その大根がいいんだよ。何変なことやってんだよ。ノックぐらいしてくれよ。捜査一課の課長さんが来てるよ。よう。そんなわけないじゃん。ここは数多くの優秀な犬を輩出してきた民間の訓練場だ。うちの警備犬も半分はここから購入された。うちに所属してる限りはハンドラーとしての訓練を積んでもらわないとな。そのためにはバディが必要だ。バディ。どうも。こっち待って。すいません、突然お邪魔して。ここって。ほら、拒否させるな。あそこ閉めといて。はい。何やってんだバカ。おい。斉藤さんとは古くからの腐れ縁でな。お前をうちに引っ張ったのも斉藤さんから話を聞いたからだ。俺とことん運悪いな。あの時の犬たち元気に訓練積んでるよ。早く戻れ。あれ、あいつ。君は助けたシロだ。あいつだけなんか鈍くないですか。シロはアルビノだからね。遺伝的な問題で他の犬より著しく体力が劣ってる。日光や病気に対する抵抗力も弱いから寿命が短い。おそらく警備犬にはなれんだろう。早川。はい。お前のバディ白にするか。よし、決まりだ。白に決定。あ、でも白は警備犬になるのは無理だって。やる気のない奴に金つぎ込んでもしょうがないしな。
当にいいのか。牧村。はい。よし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 。シロ、今日からこいつがお前のバディだ。頼んだぞ。昨夜8時過ぎ、渋谷の大手家電メーカー松島電機株式会社本社ビルで爆発事件が発生し、社員18名が重軽傷を負いました。昨年から続く無差別爆破事件はこれで5件目となり、警察への批判は日に日に高まっています。なんで俺たちに声がかかんないんですかね。これは刑事部のヤマだ。俺たち警備部の人間はそう簡単には首は突っ込めない。お疲れ。お疲れです。早川のバディが決まった。斉藤さんとこのシロだ。え、でもシロって。そんなことをしても早川を追い詰めるだけですよ。まあまあそう言わず、もうしばらく面倒を見てやってくれな。なんか日は染めねえだな。署長も何考えてんだか。じゃあまず地雷訓練からね。犬にはもともと動くものを追う習性があるの。それを利用してコミュニケーションを深めるのよ。よし。はい、よし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 。はいはい、やめ。行こう行こう行こう。このボールあげるからやってみて。おい、どうだ。しろ、このボール欲しいか。ほらよ。おい、しろ、こっち持ってこい。あまりもったいぶるからボール取られると思ってるのよ。俺が悪かったな。もう一回。おい、ちゃんと謝ってんだろ。おい、お前、おい、ちょっと、おい、おい。今日は服従訓練。どんな状況でも必ず私たちの命令に従うよう白に叩き込むの。あとへ、あとへ。動きが単調すぎるのよ。まず白の気持ちを自分に向けさせて。これか。あとへ。おい、そっちじゃねえって。早く捕まえろ。白、待てって。おい、こっちだ。綾香は高いとこダメなの。なことねえわ。あいって。犬よりまず人間の訓練した方が良さそうね。どうしてこんなことを。うちは警戒出動で活躍したことは一度もないって。確かにそれは事実だ。でもあいつら揃いも揃って諦めの悪い連中でさ。竹木よ、あいつはもっとサッとだ。所長がうち引っ張ってくる。アタック。ちなみに永井は逮捕術で全国3位の経歴の持ち主だし、西村ああ見えて情報分析班にいた IT エリートだよ。俺は金持ってこい。今回の合同訓練も水野が自主的に計画書作って、それを所長が橋渡ししたんだ。ですよね。まあ俺にできるのはそれぐらいですから。アタック。
覚悟。ブラウンのいい子、いい子だったね。作戦終了。撤収。よくできたね。なかなかいい動きだった。もっと連携が取れればフォーメーションの幅も広がるな。ありがとうございます。警備犬がここまでついてくれるとは驚いた。また一緒にやろう。ここです。失礼します。なあ水野。何？どうしたらお前とブランドみたいになれるんだ。ほら、犬も人間と一緒。性格が違えば思考も違う。親和を深める方法も一つじゃないわ。親和、人と犬との絆、揺るぎない信頼関係。よっしゃ、行くぞ。早川、はっはっ、しろ、来い。よしよしよし、ワン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 。そうそう、やるな。よしよし、じゃあ。何なのよ急に。あ、その神話ってやつ。犬と同列になってどうすんの。よし、じゃあ。俺一緒に走るしかねえから。よし、こっち、はい。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 よし。早川、少しはやる気になったのかな。行くぞ。はい。あとへ。もっと機敏に動いて。おい、メリハリがないのよ。メリハリが。あとへ、あとへ。シロがまた動いた。あとへだっつの。
しこい。よし、シロ、アタック、ゴー。シロ、出るわ。シロ、ビタミン剤注射しといた。明日には元気になってるだろう。ありがとうございます。炎天下の訓練は白には厳しい。現場での活動ではさらに苦しむだろう。何が言いたいんです？白には責任ある仕事は任せられない。白は諦めろ。これ以上訓練を積んでも壁は越えられない。少しは上達したじゃない。座れ。しかしお前も変わってるよな。こんなきつくて汚くて報われない仕事普通嫌がるだろう。私は大好きな犬たちと一緒に仕事ができて幸せだけどね。それにこんな私でも救える命がある。この子たちと一緒なら現場の力になれるのよ。国際緊急援助隊でも多くの命を救うことができた。広報活動に協力するのだって警備系の実力を知ってほしいから。救助だけじゃなく犯罪を未然に防ぐことだってできる。私たちの本当の力を知ってほしいの。いや、お前の本当の力はすげえよ。え？警察学校の頃からお前半端なかったもん。私のこと知ってたの？警察学校の近くに110番ってパブあったの。そこで酒飲み競い合ってた奴らがいてさ、男たちがどんどん潰れる中最後まで勝ち残った女がいてさ、あんな女みたいなの初めてだったからさ、呆れるのを通り越して感動しちゃったよ。おいブランド行こ。おい、なぜ俺が蹴られる？ソットとの合同訓練うまくいったようだな。いや、サットの動きについていくのが精一杯で、連携するにはまだまだ時間がかかります。いや、しかし警備犬がサットやシットと合同訓練を行うなんてかつては考えられなかったことだ。
もう昔の犬たちじゃないはずだ。部長、10年前の立てこもり事案まだ引きずってるのか。これまで被害に遭ったビルや商業施設は親会社が全て日本を代表する大企業です。被疑者は反社会的な思想の持ち主ってことか。その可能性があります。それと鑑識の話によれば、使用された爆弾はかなり精巧に作られており、警備の盲点をついて爆弾を仕掛けていることから考えると、被疑者は知能の高い人物と推測できます。よし、大塚班は大学や専門学校を中心に該当する人物がいないか洗ってくれ。はい、鈴木頼む。はい、行くぞ。局長、連続爆破事件の犯人と名乗る者から警視庁にメールが届いているんです。1時間後に捜査本部に電話をかけるから番号を教えると。いたずらじゃねえのか。爆弾の図面を添付して送ってきてるそうです。捜査員全員に携帯受電器を持たせろ。オンタイムで犯人の声を聞かせるんだ。周囲同じ口の動きをしている者がいればその場で任意同行させろ。分かった。さっき連続爆破事件の捜査に加わってる同期からです。被疑者が捜査本部に電話をかけてくると予告してきました。犯人の声 LINE で捜査員全員に聞かせるみたいです。長井、周波数聞き出せるか。もう聞いてます。もしもし、あんたが好きか。女ボイスチェンジャーだろ。いや、この声は空音ミクだ。誰ですか。音声合成システムを利用して未来的アイドルとキャラ付けされたバーチャルシンガー。この人。警察って案外間抜けなんだね。こっちはドキドキしながら待ってんのに全然こっちの正体に気づかないんだもん。君の目的は、なぜこんな犯行を繰り返す。そっちの推理は、まさか反社会的な思想によるものなんて言わないよね。違うのか。ゲームをすること。さあ、愚鈍な警察諸君、ゲームの始まりです。西多摩のアウトレットモールに爆弾を仕掛けました。爆破時刻は午後7時。もし止めることができたらヒントあげます。逆探知は。ダメです。被疑者は中東の電話局のホストコンピューターに侵入しているそうです。総員現場急行。モールの管理責任者と警備担当者に急いで連絡を取れ。はい。はい、向井です。了解しました。すぐにスタンバイします。警視庁より連続爆破事件の応援要請が来た。竹城、永井、水野、出動準備。はい、はい、早川、お前も来い。水野のフォローに入れ。はい。刑事。はい。ランドハウス。はっ、早く、はい、OK、 しゃあ。客は全て派遣させた。爆破予告時刻は午後7時。それまでに爆発物を発見しろ。はい、モール内にある防犯カメラは全部で87。これが設置された場所の地図だ。爆弾検索以外に余計な真似は一切するな。いいな。所長の知り合いですか。警察学校の同期だ。これよりエリアごとに分かれて爆発物の検索を行う。いいな。はい、サチ、サチ、
ッサージ。サージ。こちら長井、バルトが火薬の匂いに反応しました。大至急処理班をよこしてください。はい、下ろして、ゆっくり下ろして、そう、ゆっくりゆっくり下ろして、下ろして、そう、ゆっくりよ、下ろして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 、ゆっくりよ、下ろして、はい、そう、止めて、爆発物ありました。これより爆発物の処理を開始します。ブランド、どうしたの？ブランド、どうしたの？待って。ゆっくり待って。もしかしたら火薬を所持した人間がいるのかもしれない。犯人だ。犯人がこの中にも紛れてる。本部に報告する。そんな日もあるが、犯人取り逃がすぞ。早川、それが盗難車でした。今鑑識が車内を調べてます。あの車が爆発した時、被疑者は耳も押さえず平然と歩いてました。耳栓をしていたのかもしれませんが、耳が不自由だった可能性があります。そんなことはどうでもいいんだよ。お前らが勝手に追跡したりしないですぐに連絡していれば、緊急配備ができて被疑者を取り逃がすことはなかったんだ。申し訳ありません。自分らの手で犯人捕まえて手柄にしたかったのか。犬や犬やらしく俺たちのサポートだけしてくれればいいんだよ。責任は自分にあります。自分の指示が徹底していなかったばかりに。犬も犬だ。ダミーに引っかかって捕まえにならなくなるなんて、犬は所詮犬だよな。今の言葉取り消してください。あ？
水野にとってブランドがどれだけ大切な存在だったのか、あんた知ってんのか。そんなに犬が好きならペットショップで働いてろ。おい、おい、どうだよ、パスだ。早川、これ以上うちの恥さらさないで。捜査の足を引っ張ってしまい本当に申し訳ありませんでした。変わらねえな。10年前と全然変わっちゃいねえな。どうした？なんか言いたそうだな。いや、あの、なんでもないっす。10年前、サラ金で立てこもり事件が起きた。俺は応援要請を受け、警備犬を連れて現場に駆けつけた。ビルの中には犯人と人質が2人。俺は自分から課長に頼み込んで警備犬を現場に飛び込ませた。ところが警備犬は先に動いた人質の足に噛みつき大怪我を負わせた。記録には残ってないが、それが唯一の突入事例だ。課長は全責任を負って警察を辞めた。叩き上げの人で警備犬の存在意義をよく理解してくれてた。俺が辞めるって言うと、お前は残ってこの仕事を続けろって励ましてくれた。その8年後だ。一人の若い婦人警官がこの4係を死亡して入ってきた。本日付で装備第4係に配属となりました水野夏樹巡査です。水野、どうして4係を希望した？私は警備系の優秀さをこの手で証明したいと思い、ここへの配属を願い出ました。あいつはその課長の娘だ。驚いたよ。でも課長の娘さんがこの仕事を選んでくれたことが俺は嬉しかった。すいませんでした。ん？俺のせいで所長や水野が築き上げてきたものを。起きてしまったのはしょうがない。顔上げろ。ブランドの容体は？右前足の骨折、全治1ヶ月。よかった、その程度の怪我で済んで。分かってないな、お前は。一度骨折してるのは二度と警備犬として使えねえんだ。だって足の怪我さえ治れば。一度ショックを受けた犬は以前とは違う。ブランドはもう二度と車を追いかけることをしないだろう。ブランドは。ブランドはどうなるんです？ブランドはこれで引退だ。そんな。警備犬はあくまで警察官の装備品、人の命を救う盾になるのが使命だ。使えなければ取り替える、それだけだ。盾、装備品って。未だ解決の糸口をつかめずにいる連続爆破事件、その正体を全く見せない犯人は警察を嘲笑うかのように犯行を重ねています。これまで犯人が狙ってきたのは日本を代表する企業ばかりです。卑劣な犯行であるにもかかわらず、一部の若者の言動やネット上の書き込みなどでは一連の爆破事件を肯定的に捉えて犯人を英雄扱いするものさえ出てきています。
そこには現代社会の閉塞感に苦しむ彼らの苛立ちが垣間見えます。また先日のアウトレットモール駐車場爆破事件での警察の対応にも疑問の声が上がっています。一部の捜査関係者の話によりますと、犯人からの爆破予告を受け警備犬を導入し爆発物の検索を行った際、被疑者を目撃しながらも逮捕できなかったということです。また緊急配備が遅れた原因の一つとして、その警備犬の負傷が挙げられているとの情報もあり、警備犬の配置の問題および捜査方針について警察は見直しを余儀なくされています。もう訓練ないからゆっくりできるよ。すまない、俺が勝手な真似しなきゃこんなことには。私は自分の手で犯人捕まえて警備系の実力見せつけようと思った。感情に流されて冷静な判断を欠いた。ハンドラー失格よ。取り返しのつかないミスだ。今までのみんなの苦労や努力もみんなご破産。私はこの仕事続けていく資格がない。だからどうするってんだよ。取り返しがつかないから逃げるのか。逃げずに踏ん張れよ。俺みたいなバカに言われたくねってか。俺だって言いたくねえよ。けどあんた俺の教育係だろ。先生がそんなダマじゃ生徒の俺はどうすりゃいいんだよ。俺今さらフィギュアオタクとかの弟子になるのはごめんだし、俺らお互い警察官の血が流れてる同士だろ。社長に聞いたの？一緒に頑張ろうぜ先生。
局長。日下徹26歳、半年前まで東上警備保障会社の契約社員でした。最初の爆破事件のあった直後だな。日下はその時その場に居合わせ、両耳の鼓膜を破っています。警備部の早川の話を聞いて思い出しました。日下は事故の直後、会社に警備システムの問題点を指摘し、新たなプランを提案したそうです。しかし契約社員だったことから会社は耳を貸そうとせず、日下は会社を辞めています。局長、日下は子供の頃、火薬を使って近所の物置や車を爆破するという事件を起こしています。あまりに卑劣なテロを続ける犯人。しかしその手がかりは依然として全くつかめていません。被害者の遺族からは、先日の警備犬の失態さえなければ被害は免れたのにという悲痛な声も聞かれ、警察に対する非難と苛立ちは日に日に高まっています。火薬の周期選別。はい、白に特訓させてください。まあ、火薬といってもいろいろあるからな。警備犬としての訓練を始めたばかりの白には無理だろう。白の母親は究極の嗅覚を持ってると聞きました。だとしたらあいつにも同じ能力があるはずです。何をそんなに焦ってる。俺たちには犯人を取り逃がした責任があります。お前、この間の件で俺たちは完全に信頼を失っている。もう二度と捜査に呼ばれることはない。だからこのまま引き下がるって言うんですか。竹清さん、悔しくないですか。俺だって悔しいよ。だが上からの指示が出ない限り。いや、そうじゃなくて、俺は何の罪もない人間を傷つける犯人を許せるのかって聞いてるんです。俺たちも警察官です。目の前に捕まえるべき奴がいて、守るべき人たちがいる。なのにこのまま引き下がっていいんですか。所長、早川にチャンスをやってください。自分からもお願いします。竹清。はい。マックをスタンバイしろ。西村、スタンバイ。はい。用意スタート。サーチ。白の勝ちだ。そう、よかった。なんて高っ腹だ。長井、ちょっと待て。ここにいるよ。はい。これでいけ。いいですか。用意スタート。サッチ。
いくらなんでも無茶だよ。あれじゃ火薬の匂いをたどりようがない。ガーゼの匂いをたどったんじゃなく、永井さんの匂いをたどったんだと思います。永井がガーゼに火薬の匂いを染み込ませる際、かすかに体に火薬の微粒子が付着した。その匂いをたどり、あのロッカーに到達したんだ。容疑者が見つかった。お前んとこの若造が言った通りだったよ。大塚、ありがとう。完璧だ。シロ、現場に出たら必ず俺の指示に従うんだぞ。はい、そうそう。局長、豊島区の交番で爆破事件が発生。警察がいじめが重大です。クソったれが。鈴木、俺行きます。はい、はい。もしもし、犯人からです。切り替えろ。もしもし、見抜く頃なんか頼りにして、恥ずかしい連中ですね。ヒントならもういらんぞ。ずいぶん自信ありそうじゃないですか。今うちの捜査官がそっちに向かっている。ほら、サイレンが聞こえてきた。